まあ、年頃なんですよ、お猿さん。中身がですね、女子高生でございまして、ムダ毛がね、気になる年頃なんです。抜くの？その毛抜くの？はい。皆さん待ってはるから頑張ろう。な？それではご挨拶して頑張りましょう。あいちゃん、もういい。そのくだり終わった、終わった。脇毛も抜きました。頑張りましょう。皆さん待ってはる、皆さん待ってはるよ。はい、抜けへん、抜けへん、もう抜けへんかった。待ってください。そうそうそう、まちつ下がってきて、こっちおいで、おいで。そうです、そう、偉いじゃん。いい、大丈夫。頑張れますか。いける、始めていい、大丈夫、いけるね、いけるね、大丈夫ね。それではご挨拶して始めていきたいと思います。頑張るお猿さんは6歳の女の子のお猿さんです。お名前、愛ちゃん。そして私、ゆか、コンビ愛の手でお付き合いいただきます。短いお時間ではございますが、どうぞ皆様温かい拍手で応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。頑張りますね。はい、じゃあ行きましょう。立つ、長いよ。長い、立つ、そう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 、偉いやん。今日皆さんにメインでご覧いただく技は、大きな階段を使う八層跳びという技でございます。ただその前に、お猿さんならではのバランス芸からご覧いただきましょう。竹馬です。乗って歩く姿が本当に可愛いんですけれども、その前にね、もう一個可愛いポイントがあるんですよ。足元にご注目。おいで、え、いとってよ、お姉ちゃん。もだ、めっちゃ真剣やな。ありがとう。いくで、はっ、気づいた、見えますか、この可愛い感じ。可愛いでしょ。乗るんじゃなくって思いっきり掴むんですよ。何があっても離さないことがね、ポイントでございます。後ろの方も見えますか。見えました。しっかりね、持っております。ただもちろんね、乗るだけじゃ意味ないんで、こっからしっかりと歩きます。歩き出したら大きな拍手で褒めてあげてください。それではいきますよ。ちなみに全速力でございます。頑張ってますね。あ、いいよ、いっぱい取ってね、取ってね、取ってね。ただね、こいつ持って歩けるようになるまでで、愛ちゃん3ヶ月、結構ね、長いこと練習頑張ってきました。最近では自慢もあります。なんと乗って歩き出したら、何があっても絶対こけないんです。ほんまにすごいな。こけてる。めっちゃ可愛い。あいちゃん、受けましたよ。はい、失礼いたしました。これがですね、私たちの唯一のネタでした。やった、ありがとうございます。あら、そして今来てくださった方も、どうぞぐぐっと近くお越しくださいね。貴重なお時間、足止めていただいてますんで、ネタだけで終わるつもりはもちろんございません。小後半戦、雰囲気をガラッと変えさせていただきます。ありがとうございます。
それでは参りましょう。リズムが大事。行きましょう。ちょっと無視してよ。ダメよ。ダメよ、行かないよ。ダメよ。そうそうそう。同じ竹馬に乗ったままで飛び越えます。実は一番苦手な技なんですよ。ただ今日ほんまに調子がいいんで愛ちゃんを信じたいと思います。これ決めて女の子のお猿さんでは愛ちゃんにしかできない大技を皆さんにご覧いただきます。やる前から諦めたらあかんよ。頑張れ。得意な方から行こう。アイちゃん、こっち。そう。頑張ってみ。な。本気で頑張っとったら誰も怒らん。明日、2連休。どう？明日から連休や。よしよしよし。それでは。褒めたときにはたくさん褒めたってください。ありがとう。いきます。やればできる子。よーし、まーる。それでは参りましょう。かなり一瞬。今回調子よく頑張ってくれてます。自信を持ってメインの大技お届けしたいと思います。発想飛びご覧ください。少々お待ちください。最後の技なんで拍手のタイミングは皆さんにお任せしたいと思います。もちろん。今飛べる限界の距離に挑戦をしましょう。間さらに広げます。すごくね。
変えずに行きましょう。飛んだ後は逆立ちで着地ができての成功です。本当に難しくて飛べるようになるまで丸4年諦めずに練習を頑張ってきました。どうか今ここにいらっしゃる皆様全員で必ず届く、できる、そう信じて応援をいただきたいです。ただ挑戦する前に皆様に大切なお願いがございます。伝統芸能猿回し、皆さんからの本当に温かい拍手、応援のお力、そしてもう一つご理解あるご祝儀に支えられて公演を頑張ることができてます。多くを語るつもりはございません。今日ですね、張り切りまして非常に大きなカゴを準備しております。勇気を出して先に前に置かせていただきたいと思います。ぜひ、愛ちゃんの頑張りに対するご評価、偉かった、すごかった、これからも頑張りや、そう思ってくださった優しいお気持ちは、できれば、折りたたんでご評価いただけますと、すごく励みになります。あとちなみになんですけれども、最近の猿回しですね、なんと PayPay もご利用いただけます。現金持ってへんよという方、よければご活用ください。行きましょうか。丸4年の練習の成果をご覧いただきます。皆さんは足ついてないかどうかの判断をお願いします。絨毯の上には上がられないようにだけよろしくお願いいたします。2ヶ月中、アイちゃん、あら、ありがとうございます。アイちゃん、せーの、元気に大きくなるんだよ。ありがとうございます。やってやって、いくよ。いないなーい、いないなーい、パッパッありがとうございます。ありがとうございます。こちらの方からもいただいてます。ペイペイでもありがとうございます。バイバイ、ありがとうございました。アイちゃん、せーの。じゃあ、こっち向いて、こっち向いて、いくよ。